はい、どうだったでしょうか。ですね、これジェネリックの、これ8020の、サムシリーズの一番小さい、サムシリーズの小さい方ですね。8020と同じサイズ。でこっちはアダムの A5X、まあ、ご存知の通りですね。これ聴感上はですね、非常にこう似ていて、今これ自宅で聞いてますけど、どっちも非常になんていうかな、モニターの個性が出てるっていうか、大きな違いはですね、バスレフポートって言って、まあ、これ低音をこう増幅させる場所が、アダムの場合はフロントにあって、ジェネリックの場合は背面にあります。あと、リボンツイーター、ここのツイーターの部分がやっぱり違いますね。これ、アダムの方がこれよく見ると、これ縦に入ってると思うんですけど、これがツイーターで、ジェネリックは普通のこうメタルの非常にオーソドックスなツイーターですね。まあ、大きくその機能としてはもうこの2点が違っていて、でもちろんその、これウーファーの部分のサイズもこっち 5.5 インチ、こっちが4インチで、確かにね、全然違うし、大きさも見ての通りも全然違いますよね。うん、でもこっちはまだポータブルのサイズだし、これはもう全然ポータブルとかもう無理だなって思いますけど、これやってこう、まあ、ちゃんと音を聞いてみるとですね、非常に、どっちもバランスが良くて、選ぶのにすごい難しい、まあ、いい勝負なのかなって思います。特にそのジェネリックのこの8320か、これ音場の補正ができるモデルなので、これは音場の補正をやってあげれば、やってあげればもうもちろんそのフラットな箱なりの変な影響っていうのはもうこれ解除して、もうちゃんとこうなんていうんですか、こうフラットな音っていうのがこれを出せるような補正ができるわけですけど、それ抜きにしてもね、非常にこのサイズでも頑張ってるなって思います。むしろその低音の量感っていうか、その低音の輪郭っていうよりも、この低音のもっこりした感じっていうのはこっちの方が出てるかなっていう気はします。ただバスレフポートなので、壁側からはやっぱり離さないといけない。今これ向こう側、こっちがカーテンなんですけど、40センチ以上離れてるのかな、50センチぐらい離れてますね。なので低音の質感っていうのはかなりもごっとした感じで出てると思います。これがもちろんその壁に近づけてしまうと、まあ、どっちがいいのかなっていうと、やっぱりフロントの方、フロントバッフル、このタイプの方がやっぱりこう低音の切れ込みっていうのすごいいいかなって思いますね。逆にこれなんだ、壁側につけてしまうとあんまりこう、まあ、ジェネリックの特性が活かせないっていうか、もちろんそれ音場補正とかいろいろできるんですけど、できるとはいえ、まあ、ルームアコースティック的には限界だなって思いますね。これもうまく使いこなせば、もちろんこのジェネリックで十分いけると僕は思います。なのでサイズの小さいものを探そうと思ってる人たちは、もう8020、もし予算にゆとりがあるんだったら8320みたいなサムシリーズを買ってあげると、まあ、非常に、まあ制作環境としてはもうこれ以上のものはないかなと思います。加えてポータブルですから、これ結構大事だと思うんだよね。これ持ち運べるっていうのは本当にね、やっぱりいいなって思いますね。今はもう本当にユーザーの最終、なんていうんですか、最終聞く携帯っていうのはやっぱりモバイル機器に移ってる部分もあるので、ちゃんとしたモニター環境でむしろやってあげて、最後 iPhone で聞いて確認するっていうのが、まあ、どこでも使えるやり方なのかなって思いますね。そこにこう、例えばこう部屋なりをこうなんとかとか、いろんなことを、いろんなお金かけようと思ったらいろいろできるわけですよ。この後ろ側もこれ吸音のカーテン貼ってますけど、もう他にもいろいろできるんですけど、むしろそういうところをにお金をかけずに、スタイル、まあ、クリエイティブのスタイルを追求していくっていうのは、もう僕はもうこれそれでジェネリックを選んだんですけど、やっぱりそういうやり方が一番、この、まあ今の時代に合ってるのかなって思いますね。特にね、そう、スピーカー、僕はもともとスピーカーのエンジニアだったんで、ちょっといろんな、まあ、細かい話いっぱいできるんですけど、非常にこう、このスピーカーとこのスピーカー比べてというか、使いこなしていて、圧倒的に違うなっていうところはですね、広域の指向特性っていうか、こっちの方がね、広域の指向特性、いわゆるスイートスポットって、どこで聞いてもいい音っていうのは、こっちジェネリックの方が大きさも小さい分、非常に広域も低域も
スポットが広いです。でむしろアダムの A5X の方が、ここのツイッターの形見てもらえると分かるんですけど、これこういう風に広がってるね。こういう風にこう縦には広がってなくて、横にこう広がっていくので、この角度がちゃんとこう耳のあたり、耳の位置にバシッと合ってないと、やっぱりこうウーファーの音と広域ツイッターの音がやっぱり分離して聞こえるような感じがします。これはもうどうしようもないかなって思います。そのスピーカーの特性上やっぱり別の音を出しているので、ここの距離が広ければ広いほど、広域と低域はやっぱり別の音に聞こえてしまいますね。でこっちは特にこことここの距離がやっぱり短いので、非常にこうバランスが取れた音っていうかな、広域の音低域の音っていうのはまあ非常にミックスされやすい、もう大きさも小さいので、うん、ミックスされやすいですね。箱鳴りもしないし、ここ見てもらえると分かる通り、こう Q でこう広がっていくので、こっちもそうね、Q で広がっていくので、非常にこう、X 軸、横軸、縦軸、まあ、Z 軸が非常にこう均等にこう聞こえるっていうかな、こういう感じで。うん。ちょっとこれうまく伝えられないんですけど、このまた iPad かなんかで書きながら、うん、説明したいなと思います。もちろんこれ、あれだよね、この、置き方は今これ机にベタ置きで置いてますけど、机のベタ置きは良くないと思います。やっぱり低域のところで机が鳴いてしまうので、インシュレーターもしくは、ISO アコースティックスみたいな、もうこうスタンドこう10センチぐらいかな、10センチぐらいを上げた方が、低域は綺麗になるかなって、もう特になんだ、こういう板材とかを使ってると板の音はあんまりしないで聞こえるかなと思いますね。うん、非常に、一騎打ち面白かったかなって僕は思ってますけど、まあうん、もともとこっちを使っててですね、こっちに移行するっていう最後の主張を、アダムの A5、 これ僕はもう A7 の時代からずっと使っていて、 A7 ってバスレフォート1個だったんですよ。で A7X になってバスレフォート2つになって、で A7 の頃から使っていて、でA7X に行ったり A5X に行ったり、もうこれアダムの、スピーカーで3代目になるんですけど、うん、非常にこうなんていうかな、まあ、いろんなことを教えてくれたスピーカーメーカーさんだったのかなって思います。制作の楽しみとかね、音を聞く楽しみみたいなものを本当にこのスピーカーから僕は学ばせてもらいました。もう自分でもスピーカーたくさん作りますけど、作ってましたけど、やっぱり、うん、いいものはやっぱりいいなって思いました。はい。で、まあ、どっちを進めるかっていうのをまとめると、まあ、今僕はこっち進めるって言いましたけど、持ち運びしたいなって思う人はこっちですよね。音波補正して、どこでも手軽に使いたいなっていうのはこっちですね。あと、まあ、アダム使いたい人はですね、こう見た目が好きとか、あとは、あれかな、ウーファーと、まあ、つなげると結構面白かったりしますね。あと、あれだな、うん。あと、ドイツブランドが好きとか、うん。まあ、このアダムの音が好きっていう人はね、やっぱりこのアダムを使うべきだと思いますね。うん、ただ、そう、最終、その成果物を、クラブミュージックの音なのか、iPhone の音なのか、まあ、どんなコンテンツ、音楽だけなのか映像も絡めてやるのかとか、今僕の仕事の中では映像を絡めた音作りっていうのがメインなので、まあ、ジェネリックに変えていくんですけど、音楽メインでやるとか、アコースティック、EDM やるっていうのは、アダムもいいなって、僕は正直思ってますね。本当は2本置いててもいいんですけど、まあ、2本置いてても僕はどっちかしか使わなくなるタイプなので、まあ、このアダムの方手放しますけどもね。うん、本当に面白いスピーカーだと思います。はい。もうどっち買ってもね、損はしないと思うし、長く使えると思うし、何よりもやっぱり自分自身の経験になるっていうのが一番大きいところかなって思いますね。まあ、それで、次のステージに行くもよし、そのまま使うもよしだと思いますね。うん、まあ、ぜひ、ちゃんと視聴できるようなところで聞いてみるのがやっぱり一番いいのかなって思います。アダムの A5 はですね、もうこれもどこでも使えるサイズなので、7買うよりもこっちを使った方が、こっちを買った方が汎用性は日本の家だとあるのかなって、6畳ぐらいだとあるかなって思いますね。で、7とか8はやっぱりボリューム上げてあげないと、うん、中域と低域、バスレフォートのバランスはやっぱり出ない
ので、もうそこがやっぱりアダムのデメリットなのかなって思いますね。 A5 も同じですね。ボリューム上げてあげないと、うん、特に小さな音だとウーファーとここの部分、このなんだっけインクロージャーじゃなくて、そうバスループポートがなりきらないなっていうのが僕の印象ですね。逆にジェネリックはもう小さな音でもめっちゃ鳴るなって思います。低音の輪郭とかも非常に見やすい、うん、なので、まあ、小さな音で聞きたいよなっていう人はもうジェネリックかなと思いますね。そう、まあ、こんな感じでどうでしょうか。まあ、何かわからないこととかね、コメントありましたらいつでも、概要欄もしくはコメント欄からいつでも質問をください。よろしくお願いします。